太りを解消するためのストレッチを本日はご紹介していきます。皆さん肩太りって聞いたことありますか？名前の通り硬い太っている人のことを言うんですけれども、私ももともと肩太りタイプでした。昔スポーツをやっていて、そもそも筋肉がある方だとか、あとはなんかこう見た目がね、なんかがっちりしてる、太り方がポチャッとしてるっていうよりかはがっちりがたいがよく見えちゃう、それが嫌だなって思ってる方、そういった方々を、まあ、肩太りっていう呼び方をすることがあったりするそうです。でこういった肩太りと言われる方々ですね、何が起きているかというと、そもそも筋肉がすごくガチガチに固まっている場合が多い、その上に脂肪がついてしまっているので見た目がなんだかがたいがよく見えるんですね。ということは血流が悪くなっているので、まずそんな皆さんは呼吸をしっかりとして全身に血流を巡らせること、そこから体をさらにほぐす運動をして、最後は外側の筋肉をつける動きではなくって、体の内側内臓近くに存在しているインナーマッスルというものを意識する動きを今日はご紹介していこうと思います。ぜひぜひ肩太り解消したいなと思っている方、一緒にやってみてください。それでは始めます。では早速始めます。まず肩太りの方はですね、呼吸が浅い傾向になるので呼吸の練習というものをしていこうと思います。私たちの胴体って筒状になっているんですけれども、普段呼吸をしっかりしてねっていうと、皆さん結構お腹を前に膨らませることを意識しがちなんですね。でも本当は筒全体に空気を入れたいので、横っ腹だったり腰のあたりも大きく膨らませたいんです。それをぜひ意識した状態で呼吸をするために、今日はうつ伏せで呼吸の練習をしていこうと思います。では皆さんうつ伏せになってみてください。足腰幅くらいに開いて、できそうな方は両手を腰のあたりに添えます。ウエストだったり腰のあたりに添えて、ここに空気を入れるように息を吸って、そして吐くときはくびれをぎゅーっと作るように吐くを繰り返してみましょう。ではいきます。まず鼻から息を吐いて、ゆっくりと息を吸います。筒がパンパンになるくらい空気を入れたら優しく息を吐く。はじめはなかなか動かなくても焦らなくていいので、意識しながら呼吸を繰り返しましょう。ラスト深く吐きます。はい、ではそのまま上半身だけ起こして、肩の真下に肘をつきます。お腹のマッサージですね、つま先を立てたら前後に小さく揺れてみましょう。お腹は床につけたまま、ゆらゆらと体を揺らしていきます。ガチガチに固まっている体をね、緩ませていく、ほぐしていくイメージで動いてみてください。今度は体を起こしていただいて、肩の真下に肘をつき、両膝をマット幅よりもさらに広げていきましょう。でこの状態でね、お尻を床と平行になるように後ろに引く、戻すを繰り返します。ではスタートです。自分のお尻を足の付け根の部分にグッとはめ込んでいくように、後ろに引く、戻す、引く。膝が痛い方はぜひ膝の下にタオルとかね、引いてくださいね。はい、では動きを止めて足を閉じたら体を起こしましょう。最後の2つはインナーマッスルを意識した腹筋を行っていきます。まず両膝を立てていただいて座りましょう。足は腰幅くらいに開いて、手体の後ろについてもいいので、まず腰を立てていきます。この状態で両手もも裏でもいいですし、余裕がある方はまっすぐ前に伸ばして、背骨を1個ずつね、丸めていくように、骨盤を倒し背中を丸め、最後に胸が床につく。でどっちでもいいですからね。で起き上がる時も1個ずつです。頭、首の後ろ、胸、背中中心
腰を最後に立てる。この動きをコントロールしながらやっていきましょう。では起きた状態からです。ゆっくりと息を吐きながらお腹薄く薄く、最初に意識した筒を小さくしていくイメージのまま息吐き切ります。少ない回数でいいので丁寧に動いてみてください。勢いではなくゆっくりと息を吐いて吐いて吐いて、腰を立てる。体温まりますね。息吐きながら腰を倒して、さあ秒数過ぎますが最後起き上がったところで終わりたい。ゆっくりと起きてみてください。はい、頑張りました。ではラストは今ぐっと丸め込む意識を持った状態で、肩の下に肘をついて手のひらを床につけます。ここからさっきの丸くする意識でお尻をぎゅっと丸め込んでください。このまま足を伸ばし45度のところで足を交差していきます。さあこれね、腰が反らないように注意をしながらやっていきましょう。まずお尻を丸め込む、そこから足を伸ばして、ではいきます。呼吸も止めないようにしましょう。息をしっかり吐く吐く、もっと吐いて、ゆっくりでもいいので丁寧に体を使う練習をします。あ、だんだん腰が反ってきてないですか？お尻丸め込みましょう。はい、頑張りました。本日は以上です。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。いかがでしたか？呼吸の重要性というものを分かっていただけましたでしょうか？まあ、世の中ね、いろんな体型の方がいらっしゃいます。いろんなダイエット方法とかももちろん私の動画なんかでも出したりしているんですけれども、やっぱり一人一人自分が育ってきた環境だったり、やってきたスポーツだったり、体の状態っていうものは全く違いますので、まず自分がどういう理由でこのような体型になっていて、どういう体を目指したいのかっていうのを自分の中で整理することがすごく大事になっているんですね。今日の動画が当てはまる方はぜひ続けてみてほしいですし、そもそも筋肉が全然なくて運動を始めることが大事っていう方は他の動画をぜひやってみてほしい。そういった風に自分の体をまず知ることをぜひやってみてください。今日の動画参考になってよ、自分の体はこんな感じなんですっていうのを教えてくださる方、ぜひコメント欄にお願いします。そして高評価とチャンネル登録もお忘れなく。また次回一緒に運動しましょう。ありがとうございます。